ベントン郡はアメリカ合衆国テネシー州の北西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は16,489人であり、2000年の16,537人から0.3%減少した。郡庁所在地はカムデン市であり、同郡で人口最大の都市でもある。ベントン郡はテネシー州北西部にあり、 テネシー川の西支流に接し、ケンタッキー州との宗教からは30マイル南にある。軍庁所在地のカムデニ以外に、農業の町であるビッグサンディとホラデーがある。カム漁と釣りで知られ、過去にはウガムを栽培していたが、現在は作っていない。ベントン軍は1835年にハンフリーズ軍から分離して設立された。軍名は、 地域の初期開拓者であり、クリーク戦争の時は、民兵第三連隊に所属したデイビッド・ベントンに、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は436平方マイルで、あり、このうち陸地395平方マイル、水域は41平方マイルで、水域率は9.48%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内には FM3 局、AM2 局のラジオ局が放送を流している。新聞はテネシーマグネット出版がカムデンクロニクルを発行している。ありがとうございます。